立命館、孔子学院がある、アカデミア立命21立命館、孔子学院は、中国語教育、文化の普及を目的とする教育機関。京都府京都市北区に本部を置く。2005年、学校法人立命館が、中国政府と共同で、立命館大学木ヌガキャンパス、アカデミア立命21内に設置した。運営形態は、北京大学との共同運営である。 2007年には JR 東京駅前のサピアタワーに開設した立命館東京キャンパスに同学院の東京学堂を開設。翌2008年には大阪市中央区淀屋橋の立命館大阪オフィスに同住大学との共同設置による同学院の大阪学堂が開設された。大阪学堂は2011年に大阪梅田の富国生命ビル5階に移設した。 孔子学院の開設は、立命館大学が5校目。2008年現在、世界に約200校が存在する。立命館学園は1900年に、西園寺金持ちの秘書だった、中川小十郎の開いた京都法制学校に期限を持つ。現在の校名、立命館は1869年、西園寺金持ちが京都保所邸内に開いた、私塾立命館から引き継いだ。 立命館は、孟子、人心症にある、幼児にわず、身を収めてもって、これを待つは、命を絶つるゆえんなりという一節から取られた。これが縁となり、中国政府から、学校法人立命館に対し、山東省三四三陰石で掘られた、孟子像が寄贈され、立命館、孔子学院開設式典で披露された。ありがとうございます。